この動画が参考になったと思いましたら、チャンネル登録、高評価、ベルマークよろしくお願いいたします。モテ希望の方は言ってください。あれ食べるまあまあ。新潟の巨大山町のお客様、はい。ああ、なるほど。気持ちいいね。新潟の巨大山町のお客様。チキンチュー。チキンチュー。この金沢カレーの特徴っていうのはどういうところなんですか？スプーンではなくフォークで食べる。本当だ。へえ。ということで、ああ、目が見えないようにルーをかけて、その上にカツを乗せてキャベツを、これが金沢カレーです。ああ、はい、わかりました。ありがとうございます。どうぞ食べてください。いただきます。はい。うん、そうですね。ありがとうございます。なるほど。はい、はい、こういうサイズですね。中火系こんなもんです。この動画が参考になったと思いましたら、チャンネル登録、高評価、ベルマークよろしくお願いいたします。